京都市立新道小学校は京都市左京区にあった公立小学校。1869年に開校した番組小学校にルーツを持つ学校である。2013年3月に閉校し京都市立近隣小学校に統合された。川端二条交差点を北西端に東山三条交差点を南東端とする地域が校区であった。小学校の校区は 京都の学区における振動学区に相当していた。地域の特色としては、寺院が多く密集していることが挙げられる。壇能法輪寺、養法寺、頂明寺などを含み、その数は54寺院とも55寺院とも言う。お寺の比率は、京都1、学区内の面積の2分の1は、寺院が占めていると言っても過言ではありませんと住民に表現されるほどの密集地域である。 この多数の寺院は、法令5年に発生した、法令の大火で類称した寺院群が移転したものとされる。町は、御所近くにあったものが移され、新高倉通や新富の工事通りといった通りの名も、それに由来するという。このため、鴨川の東側にありながら、京都のうちとされた地域であり、明治初期には、状況33番組とされた。ありがとうございます。